すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録。法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのはじめです。今回のテーマはチャットになります。皆さん Teams のチャット機能を使っていますでしょうか？おそらくほぼ全ての Teams ユーザーはこのチャット機能をもう使っていると思うんですね。というのもチャットってすごい使うの簡単ですよね。文字を入力してポンと送信をするだけでチャットを送れますので、あまりこう深く考えずとも皆さん使えているのかなというふうに思います。ただ一方で簡単であるがゆえにあまり普段使い方を意識することってないのかなというふうに思います。このチャット、実はこう皆さんが案外知らない便利な機能というのがたくさんあるんですね。ですので今回の動画では改めて皆さんと一緒に Teams のチャット機能を学習していきたいと思います。もう毎日チャット使っているような方でも案外知らなかったとなるような機能が出てくるかもしれません。ぜひ最後までご視聴ください。我々ユースフルチャンネルでは明日の働き方が変わる感動体験をお届けするをテーマにビジネスの現場で役立つスキルを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでチャット機能の説明をしていきます。まずはじめに Teams でチャットをしたいときにはこの画面左側のチャットというアイコンをクリックするとこのようにチャット画面に飛ぶことができます。またこのチャンネルの画面において誰かのアイコンにカーソルを合わせるとこのようなウィンドウが表示されると思います。この吹き出しのようなマーク、こちらをクリックすることでもこのようにチャットの画面を開くことができます。このどちらかの方法でチャットを始めていただければと思います。このチャットの画面では左側にですね、そのチャットの一覧というのが表示されています。ここで会話したいメンバーを選択してチャットを始めるということができます。ちなみにこれまでチャットしたことがない方とチャットをしたいなという時にはこの画面左側のこちらのアイコン、新しいチャットのアイコンをクリックした上でここにですね、チャットしたい人の名前を入力してエンターを押すとこのように新しいチャットというのを開始することができます。またこの新しいチャットという機能は以前行ったチャットを検索するという風な用途にも使えますので、例えば坂本さんと以前チャットしてたけどあのチャットどこだっけという時にはこのように坂本さんの名前を入力すると過去のチャットというのをこのように表示することができます。その方とのチャットをこのように見つけ出すことができますので、新しい人とチャットしたい時、あるいは以前行ったチャットが見つからない時にはこの新しいチャットというボタンを押していただければと思います。その上でまずチャットを普通に送りたい時にはこのメッセージを入力という欄にカーソルを合わせた上でこのように文字を入力してエンターを押すとチャットを送ることができます。文字を入力してエンターですね。ただ一方でこのようにこう複数の行にわたってチャットをしたいっていう時もよくあると思うんですね。こういった時にどうすればよいかというとやり方2つあります。まず1つ目がシフトエンターを使うという方法になります。どういうことかと言いますとこのように文字を入力した上でこのままエンターを押してしまうと文字を送信してしまうんですが、シフトを押しながらエンターを押してください。するとこのように開業することができます。また文字を入力してシフトエンターをするとこのように開業ができます。これによってこう複数にわたる文章というのを書くことができます。これがですね、一つ目のやり方になります。で、二つ目がですね、編集モードというのを使うというやり方になります。どういうことかと言いますとこのチャット欄の左下に A という風な文字が書いたアイコンがあるかと思います。こちらをクリックすると編集モードといって長い文章を入力するのに適したモードにチャット画面が切り替わるんですね。この編集モードにした状態で文字を入力してエンターを押すと今度はですねチャットが送信されずに開業されるようになります。ですのでこの編集モードの状態ですとメモ帳やワードと同じように文字を入力してエンターを押すとこう開業するとこのような操作ができます。ということでこう長い文章を打つ方法を2つお勧めしたんですが、基本的には後に説明した編集モードで文字を入力するやり方が良いかなというふうに思います。というのもやっぱり編集モードでない状態で文字を入力すると間違ってですねこのエンターを押してしまってこう文章を送信してしまうっていうことが結構よく起きてしまうんですね。ですのでこう2行以上の文章を書くときにはもう基本的にこの編集モードにするっていうのを癖づけていただければと思います。その上でこう毎回このボタンをクリックするのも少し面倒かなと思いますので、一つショートカットキーコントロールシフト X というのを覚えていただきたいと思います。コントロールシフト X のショートカットを押すとどうなるかというとこのようにですね、左下のボタンを押さなくても編集モードに切り替えるということができるんですね。
もう一回やってみると、この状態でコントロールシフト X ですね。ですので、このショートカットを使った上で、このように文字をですね、どんどん打っていただければというふうに思います。さて続いて文字の見た目をいろいろ変える方法というのを説明していきます。まず一番よく使うのが太字ですね。このように文章があった時にこの部分だけ太字にしたいなんてことあるかと思います。そういった時にはこの編集モードで出てくる一番左上の太字という B のマーク、こちらをですねクリックしてください。するとこのように太字にすることができます。また同じように文字に下線をつけて強調したい時もあるかと思います。そういった時にはまた文字を選択した上でこちらの U のマーク、こちらをクリックしてください。すると下線を引くことができます。ちなみにこの太字と下線というのはこちらもですねショートカットキーというのが用意されています。まず太字のショートカットはコントロールプラス B ですね。これ実際にやってみると文字を選択した状態でコントロール B とするとこのように太字にすることができます。下線はじゃあどういったショートカットかというとコントロール U になります。文字を選んだ上でコントロール U とするとこのように下線がつきますので、この太字と下線のショートカット非常によく使いますので、これを機に覚えていただければと思います。続いて箇条書きですね。まあ、こう箇条書きで何か伝えたい時っていうのはもう多々あると思うんですが、そのような時には、この編集モードの状態で、こちらのアイコン、この箇条書きというアイコンをクリックしてください。すると、このようにもう箇条書きのモードに切り替わることができます。その上で、このように文章を打っていくと、箇条書きというのをしていくことができます。箇条書きを終わりたい時には、エンターを押した後に、もう一度エンターを押してください。すると、このように箇条書きモードというのが解除されますので、その上でこのように普通に文章を打っていくということができます。また、箇条書きというのは文章の途中で入力することもできるので、このように文中に箇条書きを入れるということもできます。続いて絵文字ですね。こう文中に絵文字を少し入れたいということもあるかと思います。そのような時には、このチャット欄下側の顔マークのようなアイコン、こちら、絵文字のアイコンですね。こちらをクリックいただくと、このように絵文字を選ぶ画面が出てきますので、この中で好きな絵文字を選択いただくと、このように絵文字を入力するということもできます。チャットを送信すると、このように絵文字が入った文章というのを送信することができます。ちなみに余談なんですが、このチャット欄にですね、絵文字だけ入力して、送信をするとこのようにスタンプのような大きい絵文字が送られるようになりますので、プライベートで使っているスタンプのようなイメージでこうして絵文字を送るということもできますので、これも覚えていただければと思います。続いてがリアクション機能ですね。こう他の人からチャットが送られてきた時に、これに対して当然返信をしてもいいんですが、中にはこう返信するまではないけど読んだよというのを伝えたいものもあるかと思います。そういった時にはリアクションという機能が使えます。リアクションを使うにはリアクションしたいチャットにカーソルを合わせると、このようにいくつかアイコンが出てきますので、このいずれかを選択していただければというふうに思います。するとこのですね、いいねしましたよというのが画面上に表示されます。また今こうデフォルトで4つのリアクションというのが用意されているんですが、その右側のその他のリアクションというアイコンをクリックすると、このデフォルトの4つ以外のリアクションを選ぶということもできますので、この中から好きなものを選んでいただくこともできます。このリアクション機能、こう文章を読みましたよというのをフランクに伝えるのに非常に便利ですので、どんどん使っていただければと思います。続いて返信機能を説明していきたいと思います。このようにチャット上でこう複数質問をされた時に、どの質問への答えかっていうのがこう相手にとって分かりづらいということもあるかと思います。こういった時に返信という機能を使うと、どのチャットへの回答かというのが相手にとって分かりやすくなります。やり方は非常に簡単でして、例えば今明日15時のバズバズ会議ですが参加できますかというふうな質問、これに回答したいときには、こちらにカーソルを合わせた上でこの矢印のボタンを押してください。するとチャット欄がこのような見た目になります。その上でこのように参加できますというふうに入力してエンターを押すと、こういった形でしっかりですね、この質問への答えですよというのが相手にとって見やすくなります。同じように今度はこのちなみに A 社資料作成の進捗はいかがでしょうかというふうな質問も、返信を押した上で明日までに完成させますというふうに入力をしてあげると、どの質問に対する答えなのかというのが見やすくなります。この返信の機能も非常に便利ですので、ぜひ使っていただければと思います。ただ一方で、先ほどはこう一つのチャットごとに一つの質問という形でしたが、このように一つのチャットの中に複数の質問が入っているということもよくあるかと思います。これだと先ほどの返信機能だと、どの質問への回答かっていうのがわからないですよね。このような時に便利なのが引用という機能になります。
使い方としては、このチャット欄を編集モードに変えた上で、こちらのダブルクォーテーションのマーク、こちらをクリックしてください。すると、このようなですね、長方形が表示されたかと思います。これがですね、引用という機能になりまして、ここに、例えば、この丸一番の質問を丸っとコピーして貼り付けると。その上で、エンターを2回押して、このボックスから出た上で、このように入力すると、丸一番への回答はこれですよ、というのがわかりやすくなります。また同じようにですね、開業した上で、もう一度引用ボックスを開いて、今度はこの2番の内容を貼り付けて、このように文章を打ち込むと、このように回答を用意した上でチャットを送信すると、ご覧のように一つ目の質問への回答はこれですよ。二つ目の質問への回答はこれですよ。というのが見やすくなります。この引用の機能、今の例のように質問に回答するであったり、相手の長い文章に対して、この部分に対してはこう思いますよ。この部分に対してはこう思いますよ。というのを明示するとき。などを細かくセクションごとに回答していくなんかの時に非常に役立つ機能になります。続いては記録の機能を説明していきます。今私いくつかチャットを送ったんですが、このチャットの右側にですね、目のようなアイコンやこのチェックマークのようなアイコンがあるの分かりますでしょうか。これは記録かどうかというのを表すアイコンでございまして、この目のマークのチャットについては、相手が記録したよと、読んだよというのを表しています。対して、このチェックマークの方は、メッセージは送信したけど、まだ相手は読んでいない、未読の状態を表します。これによってですね、このチャット相手読んだのかな、読んでないのかなというのを確認することができます。ちなみに今これは1対1のチャットの話になるんですが、複数人のチャットでは、このチャットのメンバー全員がチャットを読んだ時点で、既読マークになるようになっています。そうなると、今度は誰が既読済みなのかわからないなというふうに思うかもしれないんですが、そのような時には誰が既読したのかというのを確認する機能もございます。やり方としましては、例えばこの設定しましたというチャットを誰が読んだのかというのを確認したい時には、この右側のその他のオプションのアイコンから、〇〇民が既読と、いう部分がありますので、ここにアイコンを合わせると、このように誰が既読、すなわち文章を読んでいるのかというのを確認できます。チャットを打ったはいいけど、しっかりこれ相手が読んでいるのかなってこう気になることも結構あると思うんですが、そういった時には既読マーク、あるいはこのその他のオプションの中の既読情報、こちらをですね、ぜひご参照いただければと思います。逆に自分の画面で一度読んだチャットというのをもう一度未読にするということもできます。例えば今この〇〇システムの入力、明日までに対応をお願いしますというチャットすでに既読済みなんですが、この状態でこのチャットにアイコンを合わせてその他のオプションの未読にするという項目がありますので、これをクリックすると一度読んだチャットも未読にするということもできます。この機能どのような時に使うかと言いますと、トゥードゥ管理ですね。こう一度チャットが来たものの後で対応しようなんてことも結構よくあるかと思います。そういった時にこうチャットが既読のままだと対応を忘れてしまうっていうこともあるかと思うんですね。ただ今行った手順で一度既読にしてしまえば、別の画面に移ってもこのように未読のチャットがあるというのが一目でわかるようになりますので、後で、そうだ、このチャットの対応しないというのを気づくことができるんですね。ですので、日々たくさんのチャットが来て、で、それに対する対応が漏れてしまうという方は、ぜひこの未読にするというふうな機能を使ってタスク管理していただければと思います。続いては、一度送ったチャットの編集、そして削除の手順をご説明していきます。チャットでやり取りしていて、送信した後に、やっぱりこの内容を書き直したいっていうことも結構よくあるかと思うんですね。例えば、4月1日15時から会議参加お願いしますというふうに送信した後に、間違えた、15時じゃなくて16時だった、なんてケースあるかと思うんですね。こういった時には、一度送ったチャットの中身を編集することができます。やり方は非常に簡単で、編集したいチャットの上にカーソルを合わせた上で、こちらの鉛筆マーク、こちらをクリックしてください。するとこのような表示になるので、その上で、例えば今回ですと、この15のところを16というふうに修正をして、右下のチェックマークを押す。あるいは単にチャットを送るときと同じように、エンターを押す。するとこのように修正を行ったチャットというのを再度送ることができます。
ちなみにこのようにチャットを編集してもう一度送信した時には相手にも再度通知が行く仕様となっています。ですのでこう何度も何度も修正をするとその度に相手にもピコンピコンという風に通知が飛んでしまって相手の方が気が散ってしまうので修正できるとはいえ可能な限りですねあまりこう何度も修正することはないように心がけていただければと思います。加えてそもそもこの送ったチャットというのを削除したい時もあるかと思います。そういった時には送ったチャットを削除するということもできます。やり方としては同じく削除したいチャットにカーソルを合わせた上でこの右側のその他のオプションというボタンをクリックして削除という項目があるのでこちらをクリックしてください。するとこのようにこのメッセージは削除されましたというふうに表示されました。実際に宮崎さんの画面を見てみるとこのように送られてきたチャットというのがそもそもなかったかのように表示されています。もう一度やってみるとこのようにですね、もともとは4月1日16時鍵参考お願いしますというふうにチャットがあって宮崎さんの画面でもこのようにですね表示がされているんですがこのように削除をクリックするともう画面上で全くないというふうな表示がされます。先ほどちらっとお見せしたのでもうわかるかと思いますがこの元に戻すというボタンを押すとチャンネルを戻すことができます。宮崎さんの画面でもこのようにチャットが元に戻っていますね。ですので削除したいときはその他のオプションから削除、それを戻したいときには元に戻すをクリック、これを覚えていただければというふうに思います。またこのチャットにはウェブページのリンクを貼り付けるということもできます。例えばこちら我々ユースフル株式会社のホームページなんですがこちらのページのリンクをチャットに貼り付けるということもできます。やり方としてはこのウェブブラウザの上部のリンク、こちらをコントロール C でコピーしてこのチャットページでコントロール V と貼り付けます。するとこのようにただ URL が貼り付けられるだけではなくて下側にこういったプレビューのようなものが表示されます。実際にチャットを送ってみるとこのようにウェブページのリンクとその下のプレビューが表示される形となっています。これによってウェブページを開かなくてもなんとなくどういったページなのかなというのを把握することができるんですね。これも Teams のチャットやチャンネルの便利なポイントでありますので覚えていただければというふうに思います。またこのチャットあるいはチャンネルでは画像を送信するということもできます。特によくあるのが画面のスクリーンショットを撮ってそれをチャットに送るというシーンですね。例えばこのようにウェブサイトを見ていてこの内容を他のメンバーに共有したいという時、まず皆さんもご存知かもしれないですが Windows Shift S のショートカットを押してこのスクリーンショットのモードに切り替えていただいた上でスクリーンショットを撮りたい部分をこのように選択します。その上でチャット画面を開いていただいてチャット欄でコントロール V で貼り付けをするとスクリーンショットを貼り付けることができます。あとはチャットを送信するとこのように画像を送ることができました。このようにテキストや URL だけではなくて画像も送ることができる、これぜひ覚えていただければと思います。はい、ということで今回の動画では Teams のチャット機能を皆さんと一緒に学習していきました。日頃からチャット使っているよという方も案外知らなかったという機能もあったのではないでしょうか。例えば特定のチャットに返信する機能や誰が既読したか確認する機能なんかはこう案外説明すると知らなかったというふうになる方も多いです。今回学習したチャット機能の便利な使い方、ぜひ今後皆さんの仕事で活用していただければと思います。それではこの動画は以上です。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフル4ビジネスで検索。